ババヨシエは、1956年のミスユニバース日本、代表である。1937年1月、旅館を経営する両親のもと、福島県若松市に生まれる。1955年3月31日、福島県立若松女子高等学校卒業。卒業後の1955年5月には、地元の若松商工会で主催した、ミス、 若松の一人に選ばれている。1956年6月17日、東京の産経ホールで開かれたミスユニバースジャパン最終審査で50人の都道府県代表の中から日本代表に選ばれた。当日は上京中であった福島県知事大竹作馬に受賞の挨拶をしており、大竹からは合図から日本一の女性が出てこれほど嬉しいことはない。 7月の世界大会では世界一になることだろうと激励されている。地元の熱狂ぶりは審査委員長を務めた川口松太郎が後にミスの当選者には各府県の地元民が大騒ぎをする。東京大阪のような大都市はそれほどでもないが地元の小都市となると喜び方も大変で前年の福島県から出たババ君などは 外線将軍のような歓迎を受けたと聞いている。まだ二十歳前後の少女だけに用心をしなければいけないと苦言を呈したほどであった。当時は十九歳で、身長百六十三センチ、体重五十四点四キロ、スリーサイズは九十から六十二から九十五。審査員からは、順調さと性的魅力等を兼ね備えた女性と評された。九百五十六年六月二十八日。 横浜ネッカチーフ振興会関係者から横浜駅で出迎えを受け、そのまま神奈川県庁へ向かう。純ミス日本、清少マ後ミス神奈川、鈴木久子と共に内山岩太郎知事に挨拶をする。その後、横浜港に向けてパレード。沿道からは大歓迎を受けた。6月30日、人形町の桑村ソーシング株式会社で、 ミスユニバース決勝で使用するソーシングを購入、同日、羽田で騎乗の人となる。1956年7月に、カリフォルニア州のロングビーチで行われた、ミスユニバース1956に、日本代表として参加したが、無冠に終わる。1956年11月28日、高橋慶子らと共に、大阪市中央区道頓堀の文楽座で、 ネッカチーフのショーに出演。その後は、歌手として、日劇で歌ったりレコードを出したりもした。また、ファッションショーでモデルをするほか、テレビにも出る。1958年7月12日、サンフランシスコ在住の日系二世、野島のと結婚した。野島は1951年以来、同市のチャイナタウンに、スキヤキ店、東京スキヤキを経営しており、 結婚当時38歳であった。結婚後は、同市の観光名所、フィッシャーマンズワーフの正面、ジェファーソン通りにおいて、サンフランシスコにおける日本料理店の草分け的な店を夫婦で営む。2000年、野島が恒例になったことや、テナントビルが解体されることから閉店することを決断。同年九月には取引先の関係者を集めたパーティーを開催して、 席上で波乱万丈の人生と言われますが、いろいろなお客様と出会い、愛された店に誇りを持っていますと挨拶している。妹もサンフランシスコで日本料理店を経営していた。1974年当時13歳の娘がいた。ミスユニバースジャパン最終審査の訪問儀審査の帯の着付けは山の愛こと弟子たちが担当した。ありがとうございます。